さあ続いての一番です。こちらも三役以上では現在連勝中、小結の阿炎2勝0敗、対する大栄翔6場所連続の関脇という地位ですが、初日からまだ勝ちはありません。0勝2敗です。満員御礼、15日間のチケットもすでに完売というこの大阪場所、荒れる大阪場所と言いますが、調べてみますと去年の3月は現在の霧島霧馬山が初優勝、そしてその前2022年の3月は若隆景が、初優勝、あの時は高安との優勝決定戦を制しました。でその前が関脇照ノ富士、20年19年が白鵬、18年が鶴竜ですから、まあ最終的なところを見るとやはり最悪以上の力士が勝っているなとですね、はい、優勝しているなという大阪場所で、大体このところのライン見ますと12勝3敗ぐらいが大体のラインにはなるかなという、まあ横綱白鵬さんの時にはまあ全勝たくさんあるだろうなと、はい、横綱12勝3敗でなかなか聞いたことないですね。中丸さんもそのあたりは10勝以上は上げたのにっていうところは結構ありました、ね、ありました。2回ぐらい3回ぐらいありましたけど、ね、優勝にも横綱がいる限りはなかったんで、うん、まあ、その中で混沌としたこの状況、横綱白鵬一昨日誕生日でしたんですね。あ、そうですね、そうですね、はい、11日に、はい、おめでとうございます、ね、これ以上話を広げていこうかどうか迷っている私ではあるんですが、いや、まあそうですね横綱としては最高で、そうですね、はい、まあいろいろ辛いところあるけど、はい、大丈夫です。さあこちらが控えます浦です。大阪府寝屋川市出身です。ご当所ということで、まあ、だいぶ声援もこの2日間だけで大きくなっています。まあ浦どこでもご当所じゃないですか、人気なんでね人気力士ですね、ね、はい、可愛くて応援したくなるような力士、相撲的にもね、いろんな似顔技出てくるか分からないような力士で、うちの部屋で入ってきた時に本当可愛くて、もうどこ行っても人気でね、そうなんですね、稀勢部屋後輩になります。大栄翔阿炎、さあ阿炎連勝を伸ばせるか、突き押した昨日と同じ展開、顔を上げていく、いやー、阿炎のいい形、腕がしっかりと伸びていました。最後は突き出し、いや伸びてましたね。そうですね、はい、迷いがないんですね、やっぱりここを狙って入ってくるのも迷いが全くなくて、うん、でなんか手伸ばせるような自信もあるっていうような場所になっているんですね、はい、改めてご覧いただきましょう。まあ、ガガ丸さんのお話、今日の解説でありましたが、やはり立ち合いで9割という話ですけど、そうですね、しっかりと阿炎捕まえましたね。そうですね、やっぱり相撲っていうのは迷ったらダメなんです、はい、もう何秒の中のスポーツなんで、やっぱりそうですね、迷ったら絶対ダメなんで、これ迷わなず、たまに迷ってはたいたりとかいろいろやるところもありますけど、うん、こうやって迷わずに、相撲取られているのは今日結果が出ておりまして、3連勝になってつながっていると思いますね、はい、押し出しで阿炎勝って3勝0敗、明日は先ほど勝利を決めて3勝0敗となった若元春戦、大栄翔敗れました。明日は錦木戦です。ちょっと明日、ガガ丸さん、はい、阿炎若元春、そうですね、面白い2人も元気で、ねえー、今場所活躍してるんで、はい、そうですね、まあ、いい相撲、いい取り組みになるじゃないかなと思いますね、はい、返り三役で3連勝中という関脇の若元春、そして阿炎も3連勝で小結び、三役力士同士の明日の一番楽しみになってきます。豊昇龍、熱海富士豊昇龍です。21歳の熱海富士、さあ上位陣に実力を発揮できるか、前頭2枚目